皆さんの1分半いただきます。はい、どうも、アイジュース。私 YouTube 始めて9年目なんですが、まさかこんな報告をする日が来るとは夢にも思ってなかったんですが、今回サムネイルにも載ってると思うんですね。そのメンバーと私含めて全員でですね、アプリを開発しました。で、そのメンバーは後ほど紹介します。やべえやつらばっかなんですけど、でまずはどんなアプリかっていうのをざっくり言うとですね、フラッシュカードアプリです。これは使ってる方もいるかもしれません。単語カードってありますよね。単語を表に書いて裏に意味を書いて、こうペロペロってめくって単語を覚えたりするやつです。あれをアプリの中で作ることができます。しかも自分が作ったものだけじゃなくて、周りの人が作ったものもそれを使うことができると。で、これだけ言うとなんか勉強の英単語で使うのかなって思うかもしれないんですけど、それだけじゃなくて趣味のこととかでもいいわけです。例えば鬼滅の刃が大好きで、鬼滅の刃に関するカードを作ってる方がいるかもしれない。それを見てみて、まあちょっとしたクイズみたいな感じですよね。それでカードを使ってやってみるみたいな、そういうことができます。あと30秒で、今回あとメンバーをね先に紹介させてもらうと、まずは日テレのね頭脳で2連覇を果たしたもう天才河野玄斗です。もう天才っすマジで。で、河野玄斗、そしてあとはどうでもいい日常のニュース、ね、YouTube でね、あと知ってる方もいると思います。それのワッキャイです。あとは東大王にも出演している砂川信也、呼び乗り匠、そして私、あとは優秀なエンジニアチームでやってるアプリを開発したので、ぜひ概要欄かコメント欄の方からチェックしてもらって、1回触れてみてください。